夜間とアイドル。それではですね、曲歌のタイトルコールをお願いいたします。はい、私の三大予想。さあ、可愛く紹介をしていただきました。ご自身を構成する3つの要素を紹介していただくコーナーです。それでは3つの要素を教えてください。どうぞ。はい、私の三大要素はこちらです。ゲーム、はい、メロンパン、はい、動画編集、はい。ではですね、1個目のところからいきたいと思います。ゲームということですが、はい、解説をお願いいたします。はい、私はですね、小さい時、5歳、4歳とか5歳ぐらいの時からゲームがすごく大好きで、DS、3DS、Wii、 今はまあ、スマホゲームもしますし、それこそ任天堂スイッチをやってるんですけれども、基本はなんか動物の森だったりマリオシリーズだったり、結構あとモンスターハンターとか男の子がするようなゲームも幅広くやってたんですけど、最近はスイッチのポケットモンスターのバイオレットが好きで今やってますね。初めて一番最初に、やったゲームって覚えてます？なんだろう、初めて。でも初めてもその DS のおいでよ動物の森が2004年発売ぐらいだったので、私が4歳とか5歳ぐらいの時にして初めてして、そこから 3DS 版も Wii 版もスマホ版もスイッチ版も全部やってます。動物の森は、あれはなかなかやり込むゲームですからね。でもその子供の頃には何が何だかわからないまま家を作っていくって感じになってるんですか？あ、そうですね。でも結構ゲームがすごい幅広く好きだったので、なんかストーリーを進めるゲームとかもあるじゃないですか。結構それも早く進めて、なんか他のお友達よりも私が一番進んでるみたいなぐらいには結構進めるのが得意だなっていう。あ、クラスにしてるより先に行っててネタバレをするタイプのそれこそ動物の森で言うと待ってないんですよ。お家を拡張広くするっていうのも次の日の朝に完成するっていうのも待ってなくて、その設定の時点で日付を次の日に変更してっていうのを多分やってたから早かったんですよね。多分ゼロしこい王様ですね。待ってなくて、とにかくモンハンとか、まあ、その対戦ゲームとかもやられると思うんですけども、そういう時も熱くなったりするんです、ね、白熱しちゃいます。やっぱりずっとゲームの画面見てもう目が痛くなるぐらいにはやってますね。すごい熱くなります。お言葉遣いが悪くなっちゃったりも、あ、お言葉遣いは、ま、もう私結構黙り込んじゃうタイプです。そちらですね。そっち派でした。もうこれどうなんとかなんとかって言うよりかは、なんかもう一点集中、もう手だけは熱いみたいな感じでやってます私は。さすがに悔しくてコントローラー投げたりしたことはないですよね。もうパンってゲームの 3DS の画面を閉じたことがあります。パンってもういいってもういいや今日はって。お指も出して、今出しちゃダメ、今出しちゃダメ、今出しちゃダメ、やられちゃうからダメだダメ。あ、待って、いけた、勝った、勝ちました。夜間とアイドル。メロンパンってなるとちょっとカロリーだったりとかも、ちょっといろいろ気にするところもあるので、この番組はリュさん、GG さん、アトムさん、イッチョさん、バンさんの提供でお送りしました。今日もありがとうございました。